久坂義雄大正12年3月18日は、明治から大正時代の政治家、実業家。藍津藩の次位、石田龍玄の長男として生まれる。父は、農家の出身だが、幼年より医学を学びくげの側医学となり、私分に登用され七人ぶちを賜った。龍玄は特に内科の名医として名声があり、まずしき者には、無線にて薬を処方した。母は、 中村ため、七郎の娘の知恵子。陽名は五郎。署名は、石田五助。弟に、白虎隊二番支中組の一人で井森山で、自陣した石田和助がいる。妻は、水野忠清の娘。藩校、日清館で学び、賭場、伏見の戦いに従軍。会津戦争では、大鳥慶介らと行動をし、落城前に会津を脱出し、 函館戦争に加わった。捕虜となり、増上寺で、近親の時に、石田義夫と名乗る。後に赦面され、合図出身を隠すため草加義夫と改名した。長州藩草掛けの養子になったとも言われている。明治4年、井上薫の地具を得て、彼の推挙で、岩倉欧米施設団に同行して、アメリカに留学する。そして、帰国後ヨーロッパを視察し、 ロンドンで経済学を研究した。日本に帰国後は内務省などに勤務し、大乗官係大書機官などを歴任し、一等駅定官となった後1886年2月25日に長崎県令となった。同郷の管理で人保修理の実定、北原宮美町を抜擢し、選挙で初代長崎市長として当選すると草坂が、 構想していた長崎市の水道事業を完成させた。また、中島川上流中川里の地に吉野桜、数千本を植えて、夜桜の名所としたり、保険衛生上の観点から、長崎市及びその周辺の土葬を禁止したりした。そして、1889年12月26日に、辞職した。1892年8月20日に、福島県知事となった。 同県出身者として初である1895年7月16日に海外経験が買われて便利講師となる。1899年7月15日、彼は渋沢栄一などの実業家の協力や地元の資本からと岩越鉄道株式会社を設立し、郡山と藍津若松館を1904年には北方まで開通させた。 第一銀行常務取締役などの民間の役員を歴任し、1902年8月に第7回衆議院議員、総選挙福島県軍部区から立候補し、衆議院議員に初当選。その後落選するも、1912年5月に第11回衆議院議員総選挙福島県若松市区から立候補し再度当選。衆議院議員は通算で2期務めた。 愛遣会会員、地召会参上員墓所は、谷中霊園で、草加の墓域には、母親戦争後に、民政局員を惨殺しで獄死した、伊深カ元春の墓がある。ありがとうございます。